いいんじゃねえか。俺もちょうど歌い足りねえなって思ってたところだ。ああ、俺も問題ない。時間の許す限り歌おう。2人とも、今日のライブすごかったね。会場が歓声で揺れてたよ。確かに盛り上がったが、こんなんで調子に乗ってられねえよ。そうだな、もう少し改善の余地はありそうだ。そうなの？でも、2人だって少しくらい遊んだっていいんじゃない？しばらく練習は休みなんでしょ？アンは家の用事でしばらくいないし、小羽だって臨海学校に行ってるんだし、一人だって少しは遊んでも。あいつらは自分の都合で練習休んでるわけじゃねえからな。それにこっち戻ってきたらすぐ練習に合流するっつってたし。ああ、あずさわたちがいないからといって俺たちが気を抜くわけにはいかないからな。すごいな、二人とも。俺も頑張らないと。ね、悪いが隠れてくれるか。わかった。お前は。情けねえエースで悪かった。じゃあな。アキト。覚えてる。久しぶりだな。んで、用件は何だ？は？頼みたいこと。夏祭りのライブイベント。ああ、あの祭りか。毎回プロ部門とアマチュア部門に分けてライブやってるよな。お前が？なんでまた？その代わりを探してさっきのイベントを見に来てたってことか。なるほど。ちなみに他にはどんなユニットが出るんだ？おう、これどのユニットもダンスを主軸にしてるやつらじゃねえか。イベントを見てもらったならわかると思うが、俺たちは歌がメインでダンスは主軸にしていない。申し訳ないが、俺たちはそのイベントのコンセプトに合わないんじゃないか。だな。見に来てる客もそういうパフォーマンスを求めてるだろうし。なるほど。アキト、俺は参加してもいいと思っている。声をかけてくれた意図も理解したし、歌で評価してもらえたのは素直に嬉しい。俺たちの歌が求められているのならやりたい。ちょうど夏祭りライブのあたりはイベントも入っていないからな。まあそうだな。けど
やっぱダンスユニットに混ざる以上、いつもよりダンスのパフォーマンスを組み込まねえとだろ。ライブイベントまでまだ余裕あるとはいえ、そこまで連動上げられんのか。ダンスユニットが集まってるって期待して見に来てる客がいんのに、そんな半端なことできるかよ。そうだな、アキトの言う通りだ。だがダンス練習に充てる時間を増やせば、いつも以上のパフォーマンスができるんじゃないか。その分歌の練習はあまりできなくなるが、たまには新しいことを取り入れてみるのも俺たちの力になるかもしれない。確かに歌以外ってとこもそうだが、普段とは違う場所でやんのもいいかもしれねえな。それに分かった、そのイベント出てやるよ。まあ俺たちにとってもメリットのある話だしな。だがやるからには半端な真似はしねえ。歌もダンスもこなして鳥を務め上げてやる。おう、とりあえず詳細決まったら後で連絡しろよ。まさか夏祭りのイベントに出ることになるとはな。ああ、楽しみだな。楽しみ？どうやお前。いや、さっき言った気持ちは本当だ。これからの糧にするためにイベントには全力を尽くす。だが夏祭りに行くのは初めてだからな。どんな雰囲気なのか興味がある。まあいいけどよ。ねえねえ、もう受け付けてもいい？ああ、もう大丈夫だ。急に悪かったな、レン。うん、いいよ。それより二人とも夏祭りに行くでしょ？いいな。俺も遊びに行っていい？構わねえけど、遊びに行くわけじゃねえからな。わかってるって。でさ、さっき話を聞いちゃったんだけど、これからダンス練習を強化するの？まあな。じゃあさ、俺も練習混ぜてくれない？新しい靴をもらったんだよね。すっごく履き心地がいいから、俺もダンスシューズにしようと思ってるんだ。ダンスシューズ？難しいステップとかを踏むときはいい靴を履いた方がいいんだって。ほら、これだよ。なるほど、かっこいいな。でしょでしょ。前に履いてたやつが古くなったって言ったら、カイトがかっこいいのをくれてさ。そういうことか。じゃあ練習するときは世界でやろう。それよりダンスシューズか。あんま気にしたことなかったけど、普段履いてるやつとなんか違うのか？俺も以前調べたことがあるが、バレーシューズのように靴自体に何か特別な要素があるわけではないらしい。だが軽さや機能性で自分に合う靴を選定しておくと、踊る時に激しい動きや特殊なステップを踏みやすくなるみたいだ。へー、今までの靴でも支障はないと思うが、パフォーマンスのレベルを上げるのであれば持っていてもいいかもしれないな。そうだな、レンじゃねえけど、かっこいい靴だとそれだけでテンション上がるしな。練習終わったら見に行ってみるか。やったー、2人とも買ったら見せてよ。楽しみに待ってるからね。じゃ、ここで解散にしよっか。エナ、
打ち上げの企画してくれてありがとね。おかげで楽しかったよ。楽しかったならいいけど、次は瑞希が幹事してよね。時間があったらね。まあ、やっぱりなんか距離感じるな。いつもだったら自分が打ち上げやるって言い出すくせに、今回も私がやるって言うまで黙ってたし、しばらく様子見するって決めたけど。じゃあ私もう帰るね。あ、うん、またね。バイバイ。私も駅の方の CD ショップに行きたいんだった。真冬、途中まで一緒に。どうしたの？通れない、こっちの道工事で通行止めだって。え？嘘、この先の大通りまで通行止めなの？私も帰り方変えないと。じゃあ少し遠回りになるけど、向こうの公園の方から帰ろうよ。そこを突っ切れば駅までまっすぐ行けるよ。暑いしめんどくさいけど仕方ないか。どうせエナもカナデも運動不足でしょ。ちょうどいいじゃん。瑞希だってそこまで変わんないでしょ。自分だけ健康ぶらないでよね。はいはい、それじゃ行こっか。